間がいる限り暗くなることはありません。うん、それで我々はね、生まれる時に自分が生まれたくて生まれたんじゃなくて、父や母親が勝手に産んだんだから、うん、死ぬ時だって勝手に死ねばいいんで、別に困ることありませんよ。それからね、運の悪い人といい人といるんだから、はい、まあ運の良さ悪さはしょうがないと、うん、ね、うん、ということで、はい、まあとにかく明るいニュースだけだから、やっぱりこの本当の話も明るい話、まあ、だけどまずはここの従業員の、はい、関係者のちょっと給料を上げなきゃ、給料社長に言わなきゃいけませんね。ね、社長だけ明るいんじゃないですか、はいはい、あとはスポンサーつけていただいてもいいんですけどもね、スポンサーね、はい、なるほど。だけどスポンサーこれだけやっててもスポンサーつかないと思うとやっぱりダメかもしれない、はい、ということで先生、このお話が最後ということになります。なるほど。じゃあもう、はい、ここで決意をして、はい、次の本土の話から、はい、皆さんの健康と寿命を伸ばすための記事しかやらない、こういきましょうや、はいね、ぜひぜひそうしたものですけどね、うん、はい、で、この次回のご案内をする前に一つお礼を言いたいことがありまして、実は先々週、はい、視聴者の方から大変結構なお品、国産小麦で作られた即席麺のようなものをいただいたので、先生覚えていらっしゃいますか。そうそう、はい、スタッフ一度皆さんみんなで分けて食べた、高価なものでしたよね、はい、とても美味しいもので、まあ、番組の最後になってのお礼になってしまいましたけれども、この大変ありがとうございました、みんなで分けて、このスタジオの貧乏さから言えば、はい、もう天に昇るような気持ちで、もう本当にありがたくいただきましたので助かりました。はい、あるスタッフは命をつなぐことができたそうです。言っておりますのでね、はい、なんやらマットの人が命つないだ、はい、そうですか、乾燥してある具材なんかも入っていて、ね、具材も入ってた、はい、うん、もう熱湯をかけてすぐ食べられる洋菓子だったので、本当にそういった貴重な、ね、はい、お品をいただきました、本当にありがとうございました。この番組はお金よりかやっぱり食べ物をもらう方がいいかもしれない配給ですね、はい、はい、それでは最後に次回の放送のご案内です。次回は9月8日の金曜日午後7時から同じく友達 TV よりお届けいたします。では先生、これで締めて大丈夫でしょうか。そうですね、はい、はい、それでは以上をもちまして武田クリップの本当の話、今日はここまでです。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。先生ありがとうございました。どう